エモヤンの人生ふらりつまみ食い、高知名物の朝の、モーニングです。ここは大橋通りという商店街の隣接した、喫茶店で、まあ、有名な喫茶店ですけど、まあ、おそらくこんな広い喫茶店はそうそうあるものであります、なかなか関東にもないじゃないかという素晴らしい、喫茶店で、私の知人もここへ来て感動しておりました。高知は喫茶店文化なので、朝は結構モーニングが有名です。私だけはマンゴジャーズです。まあ、ごく普通のトーストサラダと安いです。モーニングをご紹介しました。Thank you.